浜名湖館残寺層は、静岡県浜松市西区暮松町の浜名湖の大草山山町にあった宿泊施設。もともとは国民宿舎だったが、2007年4月より、炎鉄観光開発が指定管理者として運営していた。国民宿舎浜名湖館残寺層は、国民の健全なレクリエーションと健康の増進を図る目的で、1962年12月に、 静岡県が開業。1987年3月浜松市が静岡県から建物を譲り受け運営し、その後、1991年4月、老朽化した施設を全面改築し、新装リニューアルをオープンした。その後の経営状況等により、2007年3月31日をもって閉館し、浜松市が静岡県から土地を借りて、 建物を民間に貸し付ける方法で運営を、園鉄観光開発に関し2007年4月1日に営業を開始。2018年1月8日をもって、園鉄観光開発による運営も終了した。2018年10月8日、2020年のオープンを目指してリニューアルしていることが報じられ、予定通り2020年10月30日に体験型多用途施設、 カレン浜名湖、寒山寺層として開業した。ABC、透明、浜松西インターからの交通アクセス。浜名湖寒山寺層。2017年10月20日時点のオリジナルより、アーカイブ。2019年9月21日閲覧。ABCD、施設概要、フロアマップ。浜名湖寒山寺層。2017年10月20日時点のオリジナルより、 アーカイブ。2019年9月21日閲覧。AB。炎鉄観光開発株式会社。炎鉄グループ。2019年9月21日閲覧。旧寒山寺荘リノベーション工事のお知らせ。株式会社リレーション。2021年4月24日閲覧。ウェルネステーマのカレン浜名子。寒山寺荘内、発行を核としたカフェ先行オープン。 PR タイムズ、PR タイムズ、2021年4月24日、閲覧。東名、三日日インターからの交通アクセス。浜名湖間残事層。2017年9月22日時点のオリジナルより、アーカイブ。2019年9月21日閲覧。新東名、稲佐インターからの交通アクセス。浜名湖間残事層。 2017年9月19日時点のオリジナルよりアーカイブ2019年9月21日へ閲覧新東名、浜松スマートインターからの交通アクセス浜名古関山寺層2017年9月19日時点のオリジナルよりアーカイブ2019年9月21日へ閲覧新東名、浜松浜北インターからの交通アクセス 浜名湖観山寺層。2017年8月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年9月21日閲覧。ありがとうございます。